これ今後やろ。今後。おなんでなんでそんなことしてんの。色塗るんすよ。色塗るの君塗るんすよ、ついに。今日でもハチさんいないやん。ハチさんからこれとあれ借りてきて、うん、はしごはしご系を借りてきて、うん、自分でやれって言われたね。あ、自分で今後塗る、できる。今回のファクト88は熊吉とキム2人だけで今顎を塗装します。もちろん2人とも塗装の素人、どうなるかハラハラドキドキ。肝心のハチさんはなんと今回は出てきません。どれ何色に塗るの、見せて。キシラデコール単年グリーン、ちょっと深い緑みたいな。おお、本当だね。これがどこの。これが、うん、この幕板っていうところを覗いたところ。あ、その壁部分全部、うん、このグリーン。いや絶対足らんな。そう、いやでまあ一面だけ塗れたらいいかなって。この色か、なんか緑色、ほんと深い緑って感じだね。うん、来ましたね。あー、そういう感じなんや。なんか俺の思っとった緑じゃないんだけど、どちらかといってなんかちょっと薄めなっていうかさ、濃さが足らん気するけど、うん、塗ったら変わるのかな。不安でしかない、ただただ不安なベス色塗り。大丈夫やって。大丈夫か。大丈夫で、色も塗ってないな。まあ、持ち主お前やしな。何回ぐらいに分けて撮影する。撮影とか、そういう色。やっぱ濃い緑ではなくないこれ。濃いって、なんか下塗りとかいらんの。なんか下塗り剤ってあったけど、うん、かわかった。え、コテバケ知らん。コテバケ、コテバケって何。コテバケ、この面でダバってやって。あー、そういうこと。え、じゃあ俺はこれでピチャピチャ塗ればいいの。そうだね、ちょっと一回やってみるわ。はい、一回やってみるわ。わしゃってこぼすなよ。はいよ。持っとったのか一個。ん、どっちか。あ、こういう感じなんや。電気屋の兄ちゃんみたいな。あー、なに、ノリがいいね、なかなか。あ、ほんとだね。あ、なんや、楽勝やん。うん、あ、それならいけるね、全然。全然すぐできるやん、ほんなん。最初は簡単楽勝って思ってたんですけど、たった一面塗るだけでこんなに大変なんて。いやー、塗装って大変なんですね。幅の太い木あるやん、あれはさ、緑でいいと思う。屋根の下の太い木って、この太い。どうも、ハチハチです。デイ2やね、今日はね。そうですね。うん、このちょっと逆光やな。もう今日で完成させたいね。いや、もう今日じゃない、今日ぐらい塗っとかんとね。実はこの今顎が6月の4号の土日に水星の水星の、うん、なんかこうキッチンカーとかが集まるような、うん、イベントに出展させてもらうことが決まりました。これが出展すんの。ほぼほぼ行くこと決定です。マジで？これが行くの？これが行く。これ素人2人が色を塗っとる今顎が出展される。出展しちゃいますね。6月の6月の4号の一番最初の土日。うわ、撮影に来てえな。これ塗り方はこんなんで大丈夫。ちょっと暗くて見えんけどさ、大丈夫かなこれ。汚いけど。ちょっとしっかりね、これからじゃあちょっと今日でね、仕上げていきますか。はい、やりますか。じゃあやりますか。 OK。さあ、塗装2日目です。今回は2人で手分けして塗装をしていきます。まさかまさかのイベント出店。こんな素人塗りで本当に大丈夫かな。この日は天候に恵まれて最高の塗装日和。美しい青空と後ろにはドームハウス。なんだかこの画角かっこいいなぁ。
あれでも、俺っちがおったらまだ、ね、入れてもらえたらそうそうそう、まあ、2日用に聞くわ。なんで？2日用に聞くわ。2日用に聞くとか。ファクト 88！ すごい黄色。やば。めっちゃいい黄色やな、これ。キムと相談した結果、窓枠などのポイントは鮮やかな黄色に。緑に黄色。あれ？なんだかかぼちゃ？さあキム、色塗りどうすか？見てください。おー、いいんじゃないのこれ。結構緑は全部全面塗れて、あーもう全面塗れたよね。で、窓の枠、これがね、ちょっとあとこの庇のところはまだ塗れてないけど、乾いとったらこれも塗れたんだけどね、ちょっと乾かなかったから塗れんかったね。でもさ、うん、どうやろこの出来いいよね。まあまあ素人が塗ったにしてはさ、いいよね。緑に、ね、まあこっちのこれがまあまあまあ雰囲気というかさ、このキムイマーゴの、じゃあキム、このイマーゴの名前をお願いします。難しいな、ちょっと次回考えておきます。次回とかねえし次回とかねえし。え、ないの、うん、じゃあなんかかぼちゃっぽい感じだね。かぼちゃイマーゴでもなんか僕ね、うん、いいよね、すごい。こっちのさ、俺も塗ったんやけど、これね、この、これね、これが後ろのタイヤ置くとこだよね、これ。そうそう。と、はしごも黄色にして。あー、組み上がったとこ見せたかったけど、乾いてないんだよな。まだ濡れてないし。そうそうそう、乾けばさ、養生のね、テープ貼ってできたんだけど、うん、まあ仕方ないね。はい、ということで、最後に私たちインスタグラムやってます。概要欄に URL あります。もしよかったら、そちらもフォローお願いします。お願いします。ということで、今日は88ではありませんけど、ご視聴いただきましてありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。